NTT 四国放送アーソーラジオも最終回を、まあだいぶ前になっちゃうんですけど迎えめちゃいました。熊本ツアーもあと1ヶ月もない、 3,4 週間楽しみですね。皆さん来てくれますか？楽しみ。これはちょっとここだけの話なんですけど、まあちょっとね、あの代わりというかで入ってるので、結構実はちょっとねいいポジションにいる時もあるので、よかったらぜひ皆さん熊本来てくださいっていう。チケット発表かな、来週なの。ブサ見て、またねこっちの目がね、説明図言ってるんだけどね、こっちの目があのなんかなんかあの二重事件、二重になってる事件がまた発生しててつらぴなんです。さあ当選発表が来週、そっか。じゃあみんなが当たることを私は心の底から願ってます。お話し会行くか許して。お話し会もね、熊本の前の日がお話し会かな、楽しみだね。なんかできれば終わった後にあればみんなの感想とか聞けたんだけどね。そう、起きたいけど起きないわ。またなっちゃったの。何これ、アイプチしたら治るかな。この前初めてアイプチしたら意外とできたんで、アイプチ自分で買おうかなって思いました。あ、今戻ってる。あ、ダメだ。飛行機も宿戻ってるから外れたら真面目にね。わかるわ。それはそうだね。ブサすぎて無理。顔面がやばい。顔面やばっかです、たま。熊本の予想して、そうそうよ、熊本のさ予想して感想言うしかないからさ。ちょっと待って、口元隠して目元ぶつすぎて終わりなんだけど。ピエーン何やだん。でも今日はどうしてもメイクしたくなかったのですっぴんで失礼いたします。あ、戻った目。ありがとう。神奈川ファイナル当選、嬉しい、ありがとうございます。あ、神奈川の当選皆さんどうでしたか。あ、直樹さんハートありがとうございます。野田さんもありがとうございます。しのちさんもレインボースターありがとうございます。押さなくてか、本当なんか嫌だ、恥ずかしい、不在。マジで左目がいけるときといけないときがあって。落ちた？あ、当選した。落ちました。神奈川行きます。嬉しい。なんか落ちた派と受かった派、受かった派っていうか当選した派に分かれてますね。でもね、神奈川ファイナルみんな来れるようにねできたらよかったんだけどね。応募したかったんですけど、あ、応募もできなかった感じね。外れた。ねえ、まあもしかしたら配信とかもねなんかあるかもしれないし、できるだけ多くの人に見に来てほしいなっていう気持ちですね。劇場2週連続で当たったから、この後も当たる気 しないまあ当たるよ、当たる、当たる、大丈夫。いや私聞いて、この前さ、この運の話なんですけど、この前あのゼミで集まる機会がとうとうありまして、なんかゼミ長と副ゼミ長を決めるみたいな話になって、でね、ゼミ長はね立候補してくれたんですよ、なんか他の人が。で副ゼミ長をなんかじゃんけんで決めようってなって、でなんか10人くらいいたから、まあじゃんけんなら私勝ったら当たる、勝った人がなるっていう感じで、自分10人もいたらさすがに私は勝たないっしょと思ってじゃんけんしたら、なんと最後まで勝ってしまいましてね。もう私あの今忙しいじゃないですか、こっから先結構ずっと
そう、忙しいから、もう絶対福ゼミ長やりたくないと思ってたのに。もうね、辛い。でね、その日ね、あの東京から帰ってきたばっかりでね、めっちゃ疲れてたのよ私。あの熊本の振り入れをすごく詰めて頑張った後で、そう、夜帰ったのも遅くてさ、頑張ってさ朝起きて学校行ったからめっちゃ疲れてて、睡眠時間も短いし、はぁと思って、ですごい疲れてこういう感じでいたら、そんなに落ち込まないねってすんごい、そんなに大丈夫だよ落ち込まないね、大した仕事ないからってすごい励まされて、いや別に福祉委員長になったことにそんな落ち込んでるわけじゃなくて、単純にすごい疲れてるだけなんですけどみたいな。そうそう、めっちゃ面白かった。なちのちさん、ていうかありがとうございます。そう、すごいみんながね、なんか別に福祉委員長の仕事本当にそんななくて、まあ大丈夫かなみたいな、まあなんか名簿を作る手伝い、まあ、あのゼミ長が立候補してくれた子なので、まあ、あとはなんか私サポートするだけなので、そうそうそう、大した仕事はないなと思ったから別にいいんですけど、疲れてたからってこう遠くを見ることが多かったんですね。すんごい疲れてたから、もう史上最大に疲れてたから、そしたら、え、そんな落ち込まないで大丈夫だよ大丈夫いやいや、もう違うの、でも違うのって反論する元気もなくて、うん、ありがとうとか言って、本当に落ち込んでる人になっちゃうっていうね。ありがとうとか言って、いや全然そんなんじゃないよっていうところまで、その否定の時もテンションが上げられなくて、あ、全然そんなんじゃないよ大丈夫ありがとうって言ったら、本当に落ち込んでる人みたいになっちゃって、そう、ゼミで AKB やってることは一言も言ってないので、まあね、別に大した仕事じゃないので、まあ別に、なんかさ、自らさ、私 AKB ですっていうの恥ずかしすぎてさ、言えなくてさ、そう、聞いてくれたら答える、え、もしかしてさ AKB とかやってるって言われたら、あ、そうなんだっていうつもりではいるけど、自分からあの私 AKB ですとは言えなくてさ、言えなくない？なんか恥ずかしくて、そう、それは言ってないです。もし聞かれて隠すつもりはないんだけど、自分からさらけ出すつもりもない。私これ大学1年生の頃から言ってる気がするけど、そうなんです。あ、しなちさん、ハート500、500個もありがとうございます。23日行けることに、待ってますね23日。そう、実は知らない可能性結構あると思う。そう、なんかさ、恥ずかしすぎない？だって私 AKB ですいや、それはちょっとさ、面白すぎるからさね、自己主張強いでしょ。そうそうそう、あ、匂わせていく、あ、そっか、じゃあなんかフライングゲットとか鼻歌で歌おうかな。高校の時いつバレるか毎日配信の話だ言ってない時は聞いてたけど、さすがにもう知られてる。いや、私もさ、もし代わりにみんなが私のこと調べて知ってたとしてもさ、あの、え、ねえ、私がさ、あの、そういう活動してるの知ってるって聞くのも恥ずかしいじゃん。そう、だからそれもできないから、なんか何もなってない、それもね、恥ずかしすぎない？え、私がさ、AKB してるの知ってる？知ってる？とか言って、うざくない？無理無理無理明日熊本か、あ、明日ちょっとコンサートなんだよなとか言って知ってるけど気を使ってる。そう、だからさ、どっちか分かんないんだよね。なんかみんな知ってるけど気を使って知らないふりをしてくれてるのか、全く知らないのかっていうのが、それをさ、聞く手段もないからさ、そう、どっちも恥ずかしいじゃんそう、しのしさん、ハード1000個、オフェ1000個もありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しいです。ゆきまる以外の LINE、悲しい、その仲間外れの LINE 作んないで。そう、でもさ、話しかける方も勇気いるじゃん。
え、ゆきちゃんって AKB してるよねとも言いづらいじゃん。そうそうそう、休む回数は、あ、だからこの前休むこと多くなりそうだからすごい先生に言いに行ったら、え、なんかすごい心配された、卒論大変だから、マジで大変だから頑張ってねって、なんかプレッシャーにしか感じませんでした。聞いてないのによくレッスンあることアピってくる。ウケる。そのゼミで自己紹介しましょうってなった時に、一人ずつでなぜか前に出て、あ、なんとかです、よろしくお願いします、最近はこういうことをしてこういうことをしてです、なんとかですっていうのがあったんだけど、なんか前になったのに 急にさ、立った瞬間にさ、徳島県代表の春本幸ですとか言いそうになってさ、そう、いや徳島県代表とか、何の徳島県代表ってなるから言っちゃダメだと思って、落ち着いてと思って、春本幸です、最近はって言ってアルバイトしてることにして、アルバイト的なものを頑張っていますとか、なんかさ、それまで舞台とかでさ、とかショールームとか徳島県代表のっていう機会ばっかりしかなかったからさ、なんか改めて春本幸ですって自己紹介する機会がなくて、そうそうそう、と、春本幸です、最近あの時の完璧再現しますね、あ、と、と、春本幸です、最近はですね、なんだろうな、最近はこの間に、今この最近はって言ってる間に AKB のことをなんて、最近どうやってごまかすかって考えてて、最近はまあ、アルバイト的なのが結構忙しくて、そういうのをすごい頑張ってます、あと今はって言った、この何だろう、何頑張ってるかなっていうのを言ってる間に、一生懸命さ、それまで熊本のことでしか頭がいっぱいじゃなかったからさ、みんながさ就活頑張ってますとか言うののさ代わりにさ、なんて言うべきかめっちゃ考えてさ、アルバイト的なのですね、アルバイト的なみたいな、ゆきちゃんのことは雫公演見て、嬉しい、ありがとうございます、熊本頑張ってますとも言えないじゃん。だからどうしようと思って、そう、なんか自己紹介で就活頑張ってますってみんな言ってるからさ、みんなのテンプレを言うとね、みんなはなんとかです、最近は就活の方をメインにしながらバイトもちょこちょこみたいな感じでやってます、あと趣味の野球はとか、なんかそういう感じの人がいっぱいいたんですね。で、私はどうしようと思って、もうアルバイトにするしかねえと、いや私の中での例えが出てこなかった、だってうざくない、え、私は最近芸能活動がすごい忙しくて、ちょっともう本当に毎日東京行ってて、もう体ボロボロみたいな感じなんですけど、頑張ってます、よろしくお願いしますとか言って、クソうざい人じゃん。だからさ、だからアルバイト的なのって言ってる、ただの自慢のクソうざいやつだから。あ、直樹さん、どれもありがとうございます。あ、山夏さん、レインボースターありがとうございます。おつぶちゃんさん、桜の花びらありがとう。桜の季節終わっちゃったね。パンチしていいですか。だよね。そう、普通なら就活だからさ、言い方が鼻につく。確かに。だってさ、1年間ズームとかでさしか会ってないゼミの仲間のさ人たちにさ、いや私も最近本当に芸能活動頑張ってて、もう本当になんかちょっと東京でホテル暮らしで、もうなんか毎日メンタルもなんか体的にも大変みたいな感じなんですけど、私的に今すごく頑張ってますみたいなの、すごいうざいじゃん。私がそういう自己紹介聞いてもイラッとするからさ、なんだあいつってなるから、激うざじゃん。だから気をつけて。しかもさ、なんかお前その顔でアイドルかよとか言われるの怖いからさ、言えない。
うざすぎでしょ。そう、実は本当のこと言ってるけどめっちゃうざいじゃん。そう、本当にね、マジで嘘じゃないの、ガチなんだけど。普通にアイドルしてるから押してください。え、その顔面ねってならない。そう、それも死にたいから。押しと役キャラ、え、なんかそんなね、ゼミの中でキャラが決まるほどみんなと喋ってないんだよね。そう、だからなんかとても緊張しました。でもなんかズームの人たちも数人いてね、なんか対面だったんだけどズームの人たちも数人いて、えー、いいの、私もズームにすればよかったなって一瞬思ったんですけど、あの自己紹介の時パソコンから自己紹介させられてるのを見てて、あぶね、よかった対面でって思いました。えー、みんな可愛いって言ってくれてる、ありがとう、嬉しい、みんなラブ、みんなのおかげでできてる本当に。山田京香ちゃんってこのおかけしてます、確かに。まあしのちさんハートや、ハートじゃないや、さくらありがとう。徳島でちょっとドライブがてらお花見えたのが最後だったな。もうだいぶあれですよね、なんだっけ、あとなんだっけな、ズームならショールームの感覚、あー確かに、春だけどとか言ったりしてね、振動シーンだよ。でもなんか私の春だけど一気っていうキャッチフレーズさ、友達にさマジで面白がられててさ、成人式の時、結構前になるんですけど、時とあの飲み会の時とかに乾杯の温度にされてましたね。春だけど雪で乾杯してたから、これ成人式の時にも言ったかもしれないけど、マジで面白がられてます私のキャッチフレーズ。ファンの皆さんはもしあのファンの方同士での飲み会があったら、乾杯の時は春だけど雪で乾杯してもらって。そうそうそう、いいでしょ。去年の成人、確かに今年無理だもんね。言いやすさは尋常じゃないでしょ。でちょっともし飲み会ができるようになったら、みんなでね、春だけど雪でこう乾杯してもらって、話してる、かわいい、かわいい、かわいい、スクショ。しのちさん、それそんなにいいんですか、いっぱいありがとう、嬉しい、ありがとう。あ、ウエトッチさんハートありがとうございます、ラブ。コンサートの打ち上げでもそれ採用してもらうや、しんど。温暖化の打ち上げならいけるかもしれない。うわ、上戸地さんハテヤカありがとうございます、ラブミ。大学の友達からはちゃんって呼ばれてます。ゆきちゃん、ちゃんゆきちゃんだからね、もう私の要素一つもないっていうね。他のメンバーと誰のが乾杯しやすそうなの、確かに。誰だろうね、出てこないな、パッと。エンジンかけましょう。誰のがゴロ、ミルフィーユ良くない、アナウンサー気分ではないですね。桃色、あーまあ確かにいいね。熊本公園の打ち上げで春雪乾杯、あーやった、強化惜しい。やっぱ春だけど雪って乾杯っぽくない、春だけど雪で乾杯できるんだよ。ちょっとテンション上がんない。あ、そう、なんかね、私最近本当にこれが好きすぎて、であのティー、無糖のティーが最近いろんな会社さんから出てるじゃないですか。無糖ボスのティーがあって、
まあ、美味しそうだなと思って普通に飲んでたんですね。でなんか前一回飲んだ時癖強って思ったんですけど、え止まった、大丈夫、止まっ、なんか癖強と思ったんですけど、なんか飲んでたら慣れてきてすごい美味しいなって思うようになってて、でねレッスンの時に私がお茶とそれがさ同じ値段だからさ、そう、そっちをね買ったんですよ。見えてる今大丈夫、ギリギリで動いてます。あ、よかった。そう、それでレッスンの時にそれ飲んでたら、京香ちゃんが紅茶の匂いが苦手らしくて、で私が紅茶飲んだ後に飲んでたらやっぱその残りががするらしくて、京香ちゃんが、ねえゆきちゃん紅茶飲んだでしょってゆきまる紅茶飲んだでしょっていうのなんで紅茶飲むの、紅茶の匂いするんだけどってやってきてもうなんかさ、あのタバコをさ、すいや、これってタバコっていうのかな、タバコを吸うさ彼氏がさ嫌がる彼女みたいなんで、かわいいってなって、そう、もうすごくかわいかったっていう話です。お前は私の彼女かっていう感じで、でもめっちゃ可愛かった。可愛くない？しかも京香ちゃんから近づいてきてて、ねえなんで紅茶飲むの、紅茶の匂いするんだけど、紅茶飲んだでしょって言ってくるの、可愛いって感じ。そう、京香たむと付き合う、そう、京香ちゃんの彼氏は紅茶飲めないわ。ねえ紅茶の匂いするんだけどみたいな、ねえまたタバコ吸ったの、タバコの匂い嫌いって言ったじゃんみたいなテンションでさ、キャワティーだって。そう、キョカちゃん可愛がり習慣でしたね。すごいね、キョカちゃんがくっついてきてくれるんですよ。もう可愛くて可愛くて、なんかだいたい私が後ろ向いてて急に袖を引っ張られたなとか、あの抱きついてきたなと思ったら8割くらい京香ちゃんなんですよ。もう可愛い、もう可愛いんです。そう、コーヒーは飲めないけど紅茶は好き。え、わかる、私もそっちです。わ、山夏さんレインボーハートありがとうございます。これレインボーハートでレインボースターありがとうございます。これ読み方合ってるのかな。おつぶちゃんさん桜ありがとうございます。あ、ラスカルさんも星レインボースターありがとうございます。でしょ、生き天国でしょ、かわいいねってなって、そう。でも京香ちゃんがすごい後輩となんか仲良く喋ってて、ああの人見知り京香ちゃんが後輩から自分に抱きつきに行ってる、話しかけに行ってるって思ったら、ゆきまるママはちょっと感動しましたね。かわいかったです。わ、ラスカルさん800ありがとうございます。やっぱね、多分京香ちゃん長女だから面倒見がいいんですよね。多分先輩だと緊張しちゃうんですけど、そう、見てて可愛いってなりました。ジェラシーっていうか感動、あ、京香ちゃんが自分から後輩に話しかけに行ってると思って、京香たむが今この時間、確かに、そっか、そんな年齢か、あんなちっちゃかったのに。もうミッサーがさ高校卒業したってことが信じられないもんね。だって私が入った時まだ中学生だったんだよ。ミッサー義務教育中だったのに、時が経つのは早いもんじゃねえ。そう、それは私もおばさんになりますわ。なんかね、もう熊本のレッスンやりすぎてさ、もう全身痛くて、でね、最初ね、ごめん、あの今からおばちゃんトーク始まっちゃうんだけど、あの左足の足首が痛かったのね。で左足の足首が痛くて、あ、痛いなと思ってかばってたら右足の足首が痛くなったんですよ。で右足の足首痛いなと思ったら、今度は左足のすねが痛くなって、しかもね、すねがね、なんか骨、なんか
骨を打ちましたみたいな痛みがして、打撲みたいな痛みがして、打ったかなこんなとこと思ったら右足のすねの全く同じとこが痛くなって、いやさすがに同時に同じとこは打たんと思って、絶対これなんか使い痛みか何かなんですけど、すねが痛くなるって初めてのことだなと思って、すごく年を感じました。そう、地獄のループ始まるよね。ダンス曲そうね、結構バリバリ踊るかもしれない。私さ、最近ね、自分がダンス踊った V を見て自分で感動しちゃうんだあんなに踊れなかったのにこんなに踊れるようになってっていう、なんか自分で自分のダンスに感動するっていうね、自画自賛の超えた何かを、そう、自画自賛を超えた何かを感じてるんですけど、なんかパーティー踊ってた頃の V とかを見た後に今の V 見たら、いや私こんな自分で踊れるようになったんだと思って、そうびっくりしちゃう、って私の希望的リフレイン踊ってる、めちゃめちゃ一番最初のレッスンの時なんてひどいから、ね、パーティーね見返すとびっくりするよ。てか自分の一番最初の振り入れ動画がすごいのよ、本当にすごいのよ。みんなには一度見せたこともないけど大変なのよ。しかもね、のんのんとミサが隣でバリバリ踊ってるのが余計面白い。いやマジ泣きはしないよ、いや自分でほーって思いながら見るめっちゃねえ面白い自分の振り部位。あ、でも熊本のリハがちょっと私やばすぎて、いやそんなにやばくなかったんですけど、なんか頭パニックになっちゃって、なんかこの前久しぶりに号泣しましたね。マジあんなに泣いたの何年ぶりっていうくらい。あの V を出していいのか分かんないからな、ちょっとあれなんですけど、なんかさ、いっぱいいっぱいになってる時ってさ、なんか心の余裕がなくなっちゃってさ、あの想定外のことを急にやれって言われたらマジでパニックになって、そう、まあずっとストレスがかかってたのも大きかったんですけど、そう、びっくりしちゃった。イクメンに怒られたぶり、そうだね、そうかな、まあ確かに、そう、なんかたまにいない、なんかさ涙腺決壊することっていうか、私はむしろずっと決壊しそうなのをずっとなんかこまめに泣けばよかったものを全部耐えちゃったから余計爆発したっていう。あとまあ女の子の日もあってちょっと情緒不安定だったみたいなのもあったんですけど、まあでもね、爆発しといた方がね、ストレスってなくなるから。しかもさ、私あの泣くの苦手でさ、しかも泣いて周りの人になんか気まずい思いをさせるのがすごい苦手で、そう、それ言わんでいい？でもマジでそれ私めっちゃでかいんだよね、ホルモンバランス。もうなんかすごいね、何の話してたか忘れちゃった。男の人には伝わらないと思う、あのねホルモンバランスのすごさってマジで何の話したか忘れたんだけど、
命の母、命の日、命の母、母の命なんだっけ、マジ何の話とか忘れちゃった、なんだっけな、終わろうかな何の話しようとしてたか忘れちゃった。そうでもなんか次の日マジで鬼ほど目がむくんで、やべえと思ったんですけど、あのホテルのタオルを利用してあのホットとアイスをめっちゃ繰り返してたらスルーッとこうあのむくみがなくなってって、あすげえって思いました。あと YouTube で見た目元マッサージをしたらすごいスルスルって目のむくみぬくんでたのってたんですけど、その時のねお返しかのように今左目がむくんでるんですよね。そう自前ホット&アイスマスクしたらすごいシュルシュルシュルって戻ってました。あこういう話したっけ、そう泣いたんですよね。なんか見られるの嫌でめっちゃレッスン場の端っこで一人号泣してたんですけど、もうなんか泣きすぎてあのコンタクトが気づいたらなくなってて、で一通り泣き終わった後にあのあれなんか視界気持ち悪いと思ったら片目コンタクトなくなっててね、そうえキモいなと思ったらなくなってて、あーと思ってどこでなくしたんだろうと思ってパッと下見たらレッスン場の床にさカピカピになって落ちてたのカピカピ私のコンタクト、ね、しかもさその日コンタクトさそれしか持ってなかったからさ、そうだから次の日はメガネで過ごして、メガネで踊ったらメガネが吹っ飛んでいきそうになった外したら干からびちゃっててパリパリになって、汚いレッスン場の床でカピカピになってて、さすがにこれはもうつけれねえと思ってカピカピのコンタクトはレッスン場に捨ててきました、ゴミ箱にそうそうそう、あ、そうだ、インスタのストーリーに載っけたや。そう、でもめっちゃ面白かったんですよね。あったと思って、え、待って、なんか片目なくなったのもあんま分かってなくて、なんかあの目でさ涙がずっとうるうるしててにじんでんのかと思ったら本当になくなってて、そうで目をこすったらん？やっぱついてないなと思った、だから探して床に落ちてたんだよね。まあでもそのコンタクト2ウィーク以上つけてたんでもう捨て時だったんでいいんですけどね。患者みたいな格好、いやなんか患者みたいな格好はチャックの上着、チェックの上着のせいですね。今のメガネ、あそう今のメガネは新しいの、そうちゃんとどうあったのにしたんで大丈夫だったんですけど、視力めっちゃね、めっちゃではないけどよくはないんだよね。そう元当たったからもういいんだ。ヒダヤと点々がレンズが目の裏に入るかも、あー昔ねあったの私この話したことあったっけ、なんかあったような気がするけど、私コンタクトつけてなんかサッカーかなんかを体育でしたんですよ、学生の高校の時で、中学の時かな、でゴンってサッカーボールかなんか顔面ガンって当たって、でなんかね目がずっとそれからぼやけてて、なんかめっちゃ右目か左目にずっと違和感があって、なんか気持ち悪いな、なんか気持ち悪いなと思ってずっとこうやってしてたら、この裏からコンタクトがヒュッて出てきて、こーってなったサッカーボールのさ勢いで裏に行ったの考えたらめっちゃ怖くない？そう、なんかサッカーボールの痛みで目が気持ち悪いのかなと思ったら、サッカーボールの勢いでコンタクトが裏に回っててめっちゃ怖かったっていうことはあった。でも定期的にコンタクトが目の裏側に行くことはないかな、ボールが当たらないとたまに目から2枚出てきてビビる、それはやばい。
たまにあるよね、奥から出てくること。目の悪いサッカー選手、確かに。たまにさ、なんかつけてるのにもう一回もうそんな話聞いたら一生こんで、え、大丈夫、無事に出てくるよ、こうやってやったら出てきた、大丈夫。うわ、ちょっと待って、全然あれ読んでなかった。恵比寿さん、レインボースターありがとうございます。あ、ゆうすけかいさん、金色のだるまさんありがとう。山夏さん、ハートありがとうございます。ラブ、かわいいもありがとう。ちょっと今日は可愛くないけど許して。あ、私もその片目にかまちさんのボケて2枚入れたことある。ある。メガネで頑張りますまあね、メガネが結局ね、目にはなんか悪影響なさそう。っていう話が私としたい。皆さんはぜひオンラインお話し会撮ってくださいねっていう急なお知らせをしとくねああと、もしかしたらまた皆さんにちょっと嬉しめな報告ができるかもしれないので、ちょっとお楽しみにしていてくださったらなと思います。イエイ。オンライン話し会撮って、あ、本当嬉しい。宣伝うますぎは本当つけてないのにコンタクト高そう。え、わかるわかる、めっちゃ痛いよね。結婚うん、結婚かもしんないね。レミナスの結婚してほしいの。お知らせ、嬉しいお知らせがありますって言ってさ、これさ、本人しか嬉しくないお知らせだよね、結婚ってそう、本人はさ、すごい嬉しげに結婚しますって言ってるけどさ、周りの人の空気が大変ってやつだよね、大体。まあでもちょっとね、なんか嬉しいことがあるかもないかも、あるかもないかも、あるかもないかもなので、まああんまりなんか期待せずに待ってていただければなって感じ。次はサイン当たりたい。私も書きたい。ぜひ当ててください。京花ちゃんと付き合う、それは私にとって嬉しいお知らせだね。ファンは阿鼻叫喚確かに京花ちゃんとだったら、あ、本当？じゃあ京花ちゃんと結婚してくるね。これ茂木さんのね T シャツなんですけど、京花ちゃんとおそろにしました。この前レッスン場で着るために。お代理と奪い合い、確かにお代理ちゃんがこの前私がダンスレッスンしてたのを見て、急にインスタの DM に頑張ってねって送ってくれましたなんかさ、嬉しいんだけどさ、唐突すぎてびっくりするあ、急にありがとうございますみたいなお代理ちゃんっぽいですよね。脈絡もなく急に頑張ってって言ってくれるのすごい嬉しいけど、お代理って感じそうそうそう、レッスンの時なんか私が個人レッスンしてもらってる曲が1曲だけあって、その時にお代理ちゃんがたまたま後ろにいたのかな、そうですけど、なんかその時は何も言わなかったのに急に DM でくれるっていう、まあでもちょっとキュンとするかな久々に来たけど、その分ね、嬉しい、ありがとうございます。終わろう、お詫びしますということで、何分、あ、でも結構やったかも。結構ありがとうございました。何ですかね、あ、そう、オンライン話し会ぜひちょっと撮ってください。もしかしたらなんかね、お知らせもできるかもしれないし。今月の春だけど雪ってまだかな、春だけど雪じゃないわ、なんだっけ徳島新聞のやつってまだ出てないのかな。私は締め切りに出しましたっていうことだけは一言言っておきますね。
また最後に宣伝をしといて終わろうと思います。ということで月曜の1時までらしいです。月曜の1時までらしいです。ぜひ待ってます。熊本の前の日なので、 SNS のゆきが行く、そうそう、なんかごめん全然出てこなかった今。悲しいお知らせ、悲しいお知らせかもしれない。何かわからないからオンラインお話し会撮ってやこう。今マジ寒いよね。なんでこんな、一時さ20度超えてたのに急に寒くてびっくりしちゃうよね。ということで、私が春だけどって言ったら生きていてください。行きます、春だけど。聞こえた、ありがとうございます。徳島と私のミルクを皆さんのもとに届けに行きます。9位スエさん、ありがとうございます。8位松雪さん、ありがとうございます。8位ともくん、お話し会取ったよかな、ありがとうございます。イエイ、嬉しい、待ってるね。6位ジェロさん、ありがとうございます。5位梅こぶ茶さん、ありがとうございます。4位ゆうすけかいさん、止まってる、嘘、どこで止まってる、ここで止まってるかな、ランキング大丈夫かな、めかゆ、二段目もいい、大丈夫、今大丈夫か。じゃあ、4位ゆうすけかいさん、ありがとうございます。3位上達さん、ありがとうございます。2位直樹さん、ありがとうございます。1位しのちさん、ありがとうございます。ねちさん、ありがとうございます。23日行けることに関して余ってるよ。23日、読んだ方がいい、13位から読んだ方がいいかな。ちょっとみんなどうですか、左目こするから変に、でもこすった方が治る時もあるんだもん。ドン、夜配信ありがとう。いや、むしろみんな見てくれてありがとうございました。明日と明後日みんなお休みかわかんないけど、待って、今まとめてるようとしてる、どうしようかな。じゃあ13位から6位8位くらいまで読みますね。13位中身さん、ありがとうございます。12位ベンゲンさん、ありがとうございます。11位くんくんさん、ありがとうございます。9位スエさん、ありがとうございます。8位マサユキさん、ありがとうございます。これくらいでどうですかね。8位からは聞こえたって言ってるので、8位からな、たまたまですけど、どうでしょうか、いけたかな。なんかごめんね、たまたまの電波が悪いっていう。ゆきまる、よかった、ありがとうございます。ということで、何でしたっけ、どういうまとめをしようとしてたか忘れちゃいました。なんだっけ、まあこっからね、まあなんかどんなまとめをしようとしたのか急に頭が回らなくなりました。ありがとうございました。あ、そう、土日、みんな土日でお休みかも、お休みか分かんないんですけど、いい週末を過ごしてください。バイバーイ、おやすみ、イエイ。